1996年に着陸した DC 素垂直離着陸ロケットとは垂直に離着陸するロケットのことである。2016年現在、最使用型宇宙王艦機を実現する技術として重点的に開発されている。ブルーオリジンとスペース X の両者は発射場への機関任務の後に機体を回収する実証を行っている。ブルーオリジン社のブルーオリジンニューシェパードは 宇宙空間へ到達した試験飛行の後、地球上に垂直に着陸することに世界で初めて成功した。また、スペース X 社のファルコン Q25 機は商用の軌道ロケットを地上に垂直着陸させるという初めての記録を樹立した。よく混同されるが、垂直離着陸ロケットはヘリコプターのような垂直離着陸機ではない。 垂直離着陸ロケットの構想は、ダグラス航空機に勤めていたフリップ・ボノによって、1960年代に調査された。ファルコン Q20 号機の打ち上げの様子。2015年12月22日に打ち上げ後、商業用の衛星を低軌道に乗せた上で着陸した。垂直離着陸ロケットの試験飛行を成功させるために必要ないくつかの要素がある。第一に、水力は、 重量よりも大きくなければいけない。第二に、水力は通常変更させられていること、またある程度絞られていることが必要である。機体の誘導には、機体の位置と高度を正確に計算する能力が必要であり、実際の位置と計算された位置の小さなずれが、機体の水平位置の大きな誤差を引き起こし得る。姿勢制御装置は通常、 機体を正しい姿勢に保つのに必要不可欠である。使い捨て型のロケットとは異なり、垂直離着陸ロケットは、着陸足や他の配備機構が、機体の重さを増やすため、飛行性能は落ちる。空気力学と質量分布もまた決定的に重要である。機体は通常、離陸の際にはノーズを重くしなければならないが、 風の影響を大きく受ける着陸時及び着陸後には安定させなければならない。エンジンの点火が様々な状況下でも可能であることもまた重要である。状態の種類は潜在的に真空、極超音速、超音速、1000音速、亜音速を含んでいる。イーロン・マスクは垂直離着陸ロケットを成功裏に離陸させることができた次は、 再利用可能が宇宙を換気を可能にすることで宇宙飛行の費用を大幅に削減できる可能性がについて議論している。宇宙飛行が始まる前には垂直着陸の宇宙船は優れたロケットの着陸方法として考えられていた。多くの SF 作家は垂直離着陸ロケットが骨ばさに着陸する様子を描いて大衆文化で見せていて、 1993年には大衆文化で十分に定着した。その後、垂直離着陸ロケットの低空での試験飛行が成功すると、ある作家は DC-X ロケットは垂直に打ち上げられ、中高度でホバリングした。そのロケットは再び中高度で停止し、エンジンの絞り弁は地表に戻った。垂直離着陸の歴史が始まった。バックロジャースと同様だ。 と意見を述べた。2010年代には、スプセックス社の再利用可能オーロケットも、同じように、有名になった。バックロジャースは、ある大衆文化で、バックロジャースは、再利用可能オーロケットの創造を探求する。と意見を述べた。アンダーソン、エイリク、観光、マルフライトマニュアル、スペースフューチャー、2012年8月4日閲覧。ありがとうございます。